私の誕生日パーティーへ招待します。びっくりびっくり。はい、本日はサークルチャットアワードが今終わったところなんですけど、昨日私がホテルの中で書いた私の誕生日パーティーの招待状を彩香とまゆかちゃんにこの2枚を今から渡したいと思います。登場していただきましょう。彩香さんとまゆかさんです。何でしょうか。私が昨日2人に、はい、来ていただきたいパーティーがございまして、そちらに招待してもよろしいでしょうか。あ、ぜひぜひ。はい、ではこちらがまゆかさんで、ありがとうございます。こちらはあやかさんにぜひ読んでください。はい、ではちょっと私招待した側は履けますので、はい、読むなりなんなりしてください。ありがとうございます。お願いします。はい、なんだろう、ハッピーバースデーって書いてある。ハッピーバースデー、こちらは誕生日じゃないけど、いくよ、せーの。おお、すごい。かわいい。一緒かな。じゃあ私から読みますね。じゃあ今回は彩香様、まゆか様、私の誕生日パーティーへ招待します。一緒に美味しいケーキを食べましょう。リオより。わー、かわいい。かわいい。すごくない。じゃあ期待して行きましょうかね。ありがとう。ありがとう。楽しみにしてます。楽しみにしてます。はい、おはよう。おはようございます。今日は私の誕生日パーティーを自分で準備するという企画で、今からこちらに、今目の前に私はドアあるんですけど、ここに入って自分の誕生日パーティーの準備を変わっていこうと思います。では入りますね。イエイ、楽しみ。こんにちは。おー、いっぱいある。私は今日誕生日パーティーということで、ちょっといろいろとデコレーション、壁のデコレーションだったりとか、お皿だったりとか、そういうのいっぱい買わなきゃいけないので、ちょっといろいろと、こういうふうにいっぱいあるんですね。わー、いっぱいあるので、ちょっとこの中から自分が好きなものだったり、そういうのを選んでいこうかなって思ってます。でもちょっと、もう一人で準備しなきゃいけないということで、ちょっと大変だから、軽く、え、こんなんとかかわいい。なんか風船一人で一個一個膨らましていくの大変じゃないですか。これいいかもしれない。ちょっと一個買っていこうと思います。一個決まり。私今月で22歳になるんですね。22歳になるから、あの22歳ってっていうなんかやつも膨らましたいな。2をちょっと2個くらい、2個買ってきます。やっぱちょっと私はちょっと派手な感じにしたいから、お皿はちょっとカラフルにしよっかな。でもまあ、自分の、せっかくの自分の好きな、自分で考えられるんだったら、自分が本当に好きなものだけを集めていい気がする。わー、リオっぽいって絶対言われるんだろうな。とりあえずこの2色、私の好きな色の2色。あとはメンバーの子たちがなんか頭につけてくれたら可愛いから、こっちのキラキラ頭が光る、これをつけてもらおう。これ勝手に光ってくれるかな。これあとで多分キラキラ光るんですよね。まゆかとあやかちゃんには後でつけてもらいます。と、今こちらにたくさん風船があるんですけど、メンバーが今日まゆかとリオとあやかなんで、メンバーカラーにしようかな。あやかの白い風船と、まゆかのこのちょっとグリーンの風船と、私のブルーの風船を、これヘリウムガスになんか入れてくれるみたいなので、この3色にしようかなって。はっ、すごい。うー、私の水色なかなか薄い色になっちゃった。お、かみさん見た。おー、風船もらいました。イエーイ。
はい、この辺でショッピングを終えたいと思います。じゃあちょっと今から計算していきます。で、風船かわいい、なんか遊園地に来たみたい、こんな風船持ってサムサミタ、わーお。では今から多分私が準備するパーティーの会場に向かうと思われます。お買い物いっぱい買いました、ありがとうございました。はい、バイバイ、失礼します。わーい、じゃじゃーん、これ大丈夫かな。 OK、 本日は私のお誕生日コンテンツということで、私が企画をしまして、私の誕生日パーティーを自分で準備から始めて私のメンバーを招待するというコンテンツを今から始めます。イエイ。私が好きなように後ろのこの何もない壁をデコレーションして、メンバーが食べたいものだったり自分が食べたいものだったりを後で頼んでチョコレートを作ったりして、メンバーの2人を招待しようという企画なんですけど、その2人のために今からパーティーの準備をしていきたいと思います。じゃあ今からこちらのものたちを使って壁のデザインしていきたいと思います。イエイ、楽しみ。でも私できるかな、本当に。先に壁にシャラシャラさせたい。これやばい、どうしよう。身長もさあ、彩香とかは高いじゃん。だからこういうのいつもね、いいよやってあげるよってやってくれるんだよね。で、まゆかもこういうの得意だから、いいよやってあげるよって言ってやってくれるんだよね。だから今までその2人に甘えて生きてきた人生なので、今日はこれ私一人でやったんだよって言えるように頑張ってやります。では飾り付けをスタートしていきます。はい、手入れよう、よいしょ、頑張れ、せーの、おー、あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、よいしょ、もう一個やる、これをもう一回やります。とってこれ、あやか、あ、待って待って待って、やばい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 、あー、待って、無理無理無理、完成しました。はい、では今なんとか無事、デコレーションを終えたので、今からチョコレートを作りに行こうと思います。はぁ、疲れた、もう絶対に自分でデコレーションをしないところに決めました。はい、ではチョコレートを作りに行ってきます。ファイティン。はい、それでは今からチョコレートを作っていきます。まず私ハートは絶対作りたいので、ハートを作ります。ハートはピンクがいいと思うので、ちょっとだけ切って、 OK、 切りすぎたかな、大丈夫。じゃあハートを作っていこう。あ、ここをつかめって言ってたな、ここをつかんでこうか。あ、で、私がちょっとやりたいものがあって、なんかここにいちごのフランチがあるんですね。これを先に入れて、でここを掴んでチョコを入れます。頑張れ。頑張れ。じゃん、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 でー、まゆかがホワイトチョコが好きなんですよ、あの子が。ホワイトチョコが好きなので、ホワイトチョコレートをいっぱい作ってあげようと思います。いけー。
まゆかは可愛いものも大好きなのでね、このくまちゃんにもチョコを入れていきたいと思います。 OK よ、もういい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 よ。してこれもタンタンタンってして、あ、ちょっと上手になってきたかもしれない私。はい、今できました。可愛いので、今から私はメンバーの子たちが好きな食べ物だったり、彩香と真由香と一緒に食べるご飯を私が今から直接頼みたいと思います。まゆかはチキンが食べたいって言ってて、彩香はポテトが食べたいって言ってて、で私が個人的にちょっとラザニアが食べたいということで、そしてあと、まあ、パーティーといえば絶対に必要なピザがあると思うので、ピザも一緒に頼みたいと思います。じゃあ、ただいま全部携帯で頼みたいものを頼んだので、あとはメンバーの2人がここに到着するのを待つだけです。わー楽しみ。これなんて言うかな、メンバーの子たち、なんかあーって彩香とか言ってきそう。ではまあメンバーの方々を待つ前に、パーティーの時の仕様の服に変わりたいと思います。はい、今私はねちゃんとねエプロンまでしてこんな感じでズボンを履いてるんですけど、今からじゃあ服を変えてきます。はい、頼んだものもすべて届き、いろいろと準備してこちらにデザインもしたので、メンバーのみんな呼んでいきたいと思います。はい、どうぞ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、わー、ハッピーバースデージアリオ、わー、え、すごい、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとうございます。私が準備した、なにこれ申し訳ないくらいうちらの声が低くてすみません。大丈夫です。お願い事を、はい、お願いしました。消します。おおめでとうありがとう。え、これケーキどうしよう、どうしようこちらに置いときますね。かわいい、おめでとう。ねえ、どう、私一人で頑張ったんだよ、これ全部。かわいい、すごい、かわいい。しかもリオの大好きな水色じゃん。そう、まあ、メンバーカラーなんでね。確かにね、うんうん、ちょっと頑張って。いいやん、いいやん、まあ、座ってください、座ってください、はい、やばい、久しぶりの一人じゃないこの感じ、嬉しいですそっか、ずっと一人やったんか。そう、どうです かこれやばいね。準備してくれたの、これも。はい、この風船メンバーカラーや。そうなの。お店で、お店でなんか。え、買いに行ったの？あ、そうだよ。これ全部買いに行くとこからやったの。そうなの？全部。そうなんや。自分でこれ何がつけたいかっていうのを選んで、風船も。これ風船？そう。それはそれは。すごい。すごい。メンバーカラーにしたの。だから本当に最初から最後まで私がやったの。すごい。それは大変だ。これもね、自分で選んだの。マジか。これも。かわいい。かわいい。ありがとう。で、ちゃんとカチューシャも買ったの。あ、これね、自分の誕生日を祝うためにこれはまあつけてください。じゃあキラキラさせていただきますね、うん、それも光るの？じゃん、そういう光るのちゃんと光るの。じゃあ、あやかどうする、どっちがいい？じゃあキラキラさせよう。キラキラさせ、じゃあ光らさせていただきますね。はい、どうぞずいぶんと派手に派手だな。で、あとね、さっきチョコも作ったんですよ。えー、ホワイトチョコ好きでしょ。ホワイトチョコめっちゃ食べて、ほらほら、いっぱいこうやって。何それ、これはちょっとなんか耳がない猫かわいい、はい、いっぱい、あのまゆかがホワイトチョコ好きだったから、うん、ホワイトチョコをとりあえずいっぱい、うん、やった、こちらにもやって、まあやかはあんまりそのチョコはホワイトじゃない派かなと思ったから、うんうん、ちゃんとブラックのチョコも選んで作ったので、嬉しい、やっとみんなが揃ったじゃあご飯を食べましょう、はい、パーティーなので、はい、じゃあ食べましょう。いただきます。飲み物もありますよね。おー、もう本当に私朝から何も食べてないの。あ、まあ、寝坊したんで。せーの乾杯する。せーの乾杯。いただきます。やばい、初めてのドリンクやばいな
なんで私とあやかを招待してくれたんですか、ね、そうなんです、私たちが誕生日コンテンツを私から初めて撮るってなったじゃん、はいはい、その時にじゃあ何がしたいってなった時に私はまあなんかちょっと自分で一から自分のために誕生日を用意して、うんうん、まあそのケーキとかそういうのを食べたいっていうコンテンツを撮るって決まった時にあのお二人にたくさんなんかいろいろとお手伝いしてもらってるじゃないですか、はい、うわうわうわ本当にあまあ言うたらリオの成長過程を見てもらうみたいな、うん、いつも本当になんか宿舎でたくさん二人に本当にたくさん私お世話になってるんです。それは確かに。そうだよな携帯のフィルムですら私のやつを二人が貼ってくれてるんですよ。本当に彩香と真由香はリオのお母さんなのかなっていうくらい私洋服直したもんね、うんうん、確かに細胞でね、うん、そう私ができないことを身の回りを毎回手伝ってくれて毎回やってくれるのはこの二人なんですよ。なんで一人でできるもんっていうところをお見せしようと思って、うんうん、今日は2人を招待しました。ありがとうございます。こんな素敵なパーティー。浮世ながら頑張ったでしょ、うん、はい、全然かわいい、全然かわいい。なのでまあ2人はとりあえず美味しく食べてくれればいいかなと思います、はい、めちゃめちゃ私もいやなんか得されるみたい。うん、まあ、ただの夕食だわちょっと特別バージョン、うん、豪華な。そうでもめっちゃ自分で好きな風にできたから楽しかった、うん、楽しそう。二人はどんなにやりたいとかあるのコンテンツ。あやかの方が先やもんな。私はね、あ決めた決めたっちゃ決めた。おうん、楽しい楽しみ。まあウィズユが見たいんじゃないかなみたいな。うーんなんだなんだろうね、想像がつかない。まゆかは繊維の時何したい。なんかでもあんまり歌ってこやんかったから、うん、そう歌やりたいな挑戦じゃないのとか思ったけど思ったけど、でも分からへん、うん、あのね11月までに多分私の気持ちが続いてるかが分からない楽しみみんなのコンテンツ、うんうん、これ以後の誕生日当日に流れるのかなじゃない、うんうん、22歳か早いね、うん、私たちが出会ったの19歳だよリオが。えマジ、うん、リワの時19歳だよ。19、うん、18歳かも。18やな。18かも。やばいって。18やろで16やったの。そう16、うん、赤ちゃん若っ怖い、ね、最近さ、うん、早すぎて怖くなる時が。え怖いのよ怖いのよ。この前リオとさお風呂で喋っててさ、うん、なんか30年後の話してたやん。してた。30年後わしら50歳だよっつってしてたねそう怖いの。30年後、まあ、まだまだ30年もそもそも生きてないから確かにまだだけど、うん、でもそう考えたらすごいよな。そうだよ。なんて言うんだろう、自分のちっちゃい頃に比べたら、うん、やっぱり自分の誕生日っていう楽しみっていうのはなくなった、うんうん、分かるよ分かる、めっちゃ分かる。悲しい悲しいやっぱちっちゃい頃が特別すぎたもん、うんうん、誕生日って、うん、まあ大人になってよね。なんか期待もしなくもなく絶対に誕生日プレゼントがあって、うん、学校行ったらおめでとうおめでとうみたいなのがあってさ、うん、楽しかったじゃん、うんうん、でも大人になるとやっぱさ今も楽しいんでしょ。そうやってね楽しいじゃんほら普通の撮影かのように喋ってた、ごめん、うん、だからこういう風にリオはしたかったのかも。うん、だから、ね、そう自分のコンテンツで楽しい誕生日をまた味わいたかったなと思います。はい、まあじゃあ今日私のなんか招待してしたパーティーに来てくださりありがとうございました。ありがとうございます。はい、どうでしたか。いや、ただただ美味しかった間違いないなんかあの逆に祝ってもらえた感じだったんだけど、うん、でも全然楽しかった。楽しかった。か私は、まあ、自分の誕生日がなんかすごく特別な、うん、ある意味特別な日になったので、うんうん、自分で準備するっていう。なのでそれに招待できて2人をできて美味しいものも一緒に食べれて、うん、よかったです。いやありがとう。すごいわ。
はい、でなんとここで写真を撮れるんですよ。はい、写真を撮って、とりあえずこの回を今日お開きにしましょう。はい、バイバーイ。おめでとう。ありがとう。